富安康太郎、富安康太郎から1931年10月26日は、日本の政治家、実業家、衆議院議員、貴族院多額納税者議員、筑後国産門軍、吉海村で、柳川藩氏、富康章太郎の長男として生まれる、東京法学院を卒業。博多商業会議所特別議員、福岡県教育会副会長、 セタカ銀行東取、九州西油社長、博多筑工社長、博多電気機動取締役、九州電気機動取締役、日本家折取締役、九州土地信託取締役、九州林業取締役、日本電報通信社取締役、福岡日日新聞社社長などを務めた。政界では、福岡県会議員、同参事会員、同副議長、同議長を歴任。 1908年5月、第10回衆議院議員総選挙で、福岡県軍部から出馬して当選。以後、第11回、第12回、第14回総選挙で当選し、衆議院議員を通算4期務め、立憲政友会院内幹事、同政務調査会理事、同協議員を歴任。1924年1月、皇太子殿下ご結婚検証を前の議に、 議員総代3名の一人として参列。また、1926年11月24日、貴族院多額納税者議員に選出され、研究会に所属して死去するまで在任した。ごして次国事件で起訴されたが、後半中死去により免相となった。ありがとうございます。